はい、それでは弊社の生きている海苔のご説明についてさせていただきます。まず生海苔なんですけれども、皆様どんだけ高級な百貨店さんとかでも置いているところ見たことないと思います。やはりそれは保存が難しいからなんですよね。ですのでこちらのある生海苔なんですけれども、こちら積んでそのまますぐに冷蔵庫を入れても2日でダメになってしまいます。ですので今まで流通範囲が漁師さんとその友達に差し入れみたいな感じしかなかったんですよね。ですけれども弊社の一番の特徴といたしまして特殊な冷凍技術です。この特殊な冷凍技術を使いましてこちらの生きてるまま解凍できます。ですので全国どこでも東京でも大阪でも生きてるままの生海苔が食べることができます。はい、生海苔と板海苔の味の違いなんですけれども、まず一番に生海苔は磯の香りがとても強いです。ですので今飲食店さんなんかもドレッシング使っていただいたりとか、あとパスタピザなんかも使っていただいております。ただ漁師さんの食べ方といたしましてはサンバイズが一番うまいとうちの直接契約している漁師さんのおっちゃんも言います。あと特に生海苔なんですけれども食感が特徴的でして今までにない食感なんです。シコシコでもないしコシコシでもないしという珍しい食感なんです。ですので板海苔とは全く別物なんですよね。はい、ですので、ちょうど特に火を通したら緑色になりますのでピザなんかにピザの上に置いてそのまま焼いていただきます。そしたら上だけが緑色になって中が半生みたいに美味しくいただけたりできます。これやっぱりこの生海苔だからこそできる味なんですよね。弊社は新しい海苔文化を作っていっている段階でして、やはり江戸時代から板海苔が使われているんですけれども生海苔は扱われておりません。ですので江戸時代から21世紀になって弊社が初めて生海苔を扱えるようになりました。でその文化を、はい、どんどん伝えていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。